ああ、そう。じゃあ、せっかく G20 でしたし、それぞれ G20 の何か、あ、お疲れ様でした。報告が何かあれば、どうでしたか。かいちゃんから報告する。あ、G20 ですか。はい、頑張りました。楽しかったです。何話したっけ。まあ、ちょっと思い出しとこから。難しい。思い出しとこから、井上さん先どうぞ。ああ、はい。提言書について、こういったことで、行きたいですって、こちらの案を、白井さんが作った案を出したら、かなり参加者の方も、これを入れてくれ、あれを入れてくれっていう、ちゃんと読んできて、声が出た。希望を出してくれたので、すごく活発に、いい提言書になったんじゃないかなと思ってますが、どうでしょうかね。そうですね。年齢層的か、すみません。どうぞ。年齢層的にはどのぐらいの人たちが集まりました？そう、これ入れてほしい、あれ入れてほしいの時には。大学生から。40代ぐらいの人かな、ですかね。大学生もありましたね。大人まで。でも40代とかそのぐらいの人も来てるといいですね。いろいろ活動されてる方が集まって。あ、なるほど。あちらで活動されてる方。あ、こちらで活動されてる方。金次さんが来た。あ、本当ですね。あ、こんにちは。どうも。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今ちょっと。G20 の話を聞きました。おお、無事終わったんですか？無事、分科会楽しかったですよ。あ、もうねえ、よかったですね。で、かいちゃんなんか、そう、ね、あ、うん。うん、私発表とかもしたんですよ。全体会の中で、なんか他の参加者さんとか記者さんとかメディアとかが来てる前で、こういう、提言書になりましたっていうのを、でなんか、その後とかでちょこちょことこうメディ記者さんに話しかけられたりして、で、この提言書新聞載せてもいいですかみたいなこととか、なんかフェイスブックに上げたんでそっち見てくださいとかっつって、だからなんか結構割と興味は持たれてたんだなーっていうのはすごい思いました。結局新聞に載ったの、読売の人。でもそういえばなんか僕いや、乗ってない。なんか、大きい事件が入って、スペースなくなっちゃったんだって。台風とかねえねえ、聞こえる。え、なんて？台風とかもちょうど来てたしね。そう、なんか台風ついてた。だからなんか、今後また載せる機会があったら載せたいですけど、どうなるか分かりまへんみたいな感じ。まあ新聞ってそういうものよね。そうだね。せっかく取材に来たのにね。ね。そうか。ね、なんか。でもね、なんか LGBT 周りのことでなんかがまたあった時に、G20 の時にこんなにやってた人がいたっていう感じで紹介ね、してもらえるかもしれないし。そうですね。そう、なんかそんな感じで、なんかね、読売の中でも、社会部の人だっけ、あの人。そうね、で、読売の社会部で LGBT ってまだ扱ったことないんだって。
そうだからなんか結構そのなんかえいやって思って来てくれたっていうところがあって、そうそうだからなんか他の生活とかね、なんか他の部分で取り上げてるんだよ。でも、あ、なるほど。そうそう。社会部ですね。そうそう。そうだからなんかうんなんかやっぱりこうちょっとこれをきっかけにみたいな感じで言うてはったから、うんね、なんか、ま、あの松並さんも言ってはったけど、あの記者さんによってはこう、まあ、言われてあの編集者とかに言われて行ってこいって取材に行く人もいるけど、こうあのその記者によって興味のあるテーマをなんか持って、うん、こう追いかける感じの記者もいるみたいで。すいません、金次さんの声がちょっと遠いかな。聞こえてますか？あ、聞こえてはいます。はい。なんか曇ってる感じだけど、聞こえてます。ちょっと遠い感じ。あの今日外でお祭りやってて、雑音がすごい。あのなんか、なるほど、なるほど。なんかちょっと方法考えます。あ、今のところ OK です。あのなんかその記者によっては、あのそのテーマによってこう追いかける、あのの感じでこう連続の、うん、あの、まあ、その事件を取材するというよりも、あのそのテーマで何かがあったらちょこちょこ出かけて、うん、こう情報収集をして、であのいつか何かのタイミングで、まあ、記事にするっていう人もいるみたいなので、はい、なのであのおそらくそういう感じで、ねね、ネタとしてあの記録されるんじゃないかな、ね、うん、ちゃんとまとまったものがあの出てるっていうのもあるし、そういう意味ではあのすごく意義のある取り組みだと思います、うん、出来事の速報というよりもその貯めて特集記事にするためのネタっていうので、そうそう、うん、付き合っていくといいですね。そうね、なんかあのあれあの瀬戸前大会のこともあのお伝えしました。あ、素晴らしい。とかって、なんか興味ありげな感じでしたよ。ソーシャルマイノリティと医療福祉、うん、教育を考える全国大会っていうのを2013年と2014年にやったんですけど、うん、あの来年の1月にまたドンセンターでやることにしまして、うん、今実行委員会を立ち上げたとこなんです、うん、で無事にドンセンターの会場も予約もできたので、会場費も払ったし、あ、素晴らしい。あと戻りできない感じですね。うん、日程決まりました。土日で、まあ、20ぐらいの分科会ができたらいいなと思っております。うん、あね、それで私まあ G20 のその大阪サミットに参加したんですけど、自分のそのかやちゃんと榎本さんと一緒にやった分科会では、まあその提言書をどういうふうに作ったかっていうのをまあ説明して、でワークショップをまあ今後20年ぐらい先にどういう社会になっていったらいいのか、なっててほしいかみたいな話をワークショップでしたんですけど、うん、でその提言書自体はそこまで参照できるものってそんなになくって、例えばもう 国連の人権憲章、世界人権宣言と、あとまあジョグジャカルタ原則っていうのがあるんですけど、あとあの、うん、モントリオール宣言っていうのがアウトゲームス、あ、アウト、うん、そう、アウトゲームスって、あのゲイゲームスみたいなやつの、あのモントリオールでやった時に出されたものがあるんですけど、それと、まあ、あと、うん、なんだっけ、国連高等事務弁務官の、あの、パン・ギムンさんだったっけ、あの人が、あの、LGBT について取り組まないといけないっていう、あの、事務局で国連の事務局で出した宣言みたいなのがあるんですけど、それぐらいしか、うん、世界的な宣言として作るんだったら参照するものなくって、でまあそれらを組み合わせて、うん、で G20
12項目ぐらいにまとめて作ったんですけどね。でそれがまあ今まで多分市民サミットとかあの G20 とかに合わせて出される C20 あの NGO とか NPO とかがやってるところから出す提言書みたいなので出す、そういう中に LGBTQ とか素地のことあんまし入ってなかったんで、まあ、ちらっと名前は入ってたりするんですけど、その LGBTQ のことに特化した提言書っていうのはあんまし出されてなかったので、多分、まあ、こう 何かに印刷されるとか、こういうふうにバッとザーッと項目になって、こう市民社会の一部の活動として出るっていうのは、まあ今回が初めてなんじゃないかなと思うんですけどね。あ、でその他にも、まあ、私たち分科会したのは17分科会のうちの一つだったんですけど、他の分科会にも参加したりして、で外国から来てあのワールドヘルス、インターナショナルヘルスというか、まず、国じゃない、地球全体の健康状況をあの向上させていこうっていうような活動があって、で国連とかその、世界の、まあ、慈善団体とかそういう NGO とかが取り組んでたり、まあまあ、HIV を減らそうとか結核とかマラリアとか、ね、取り組もうみたいなところがあるんですけど、うん、そういうところの人たちが来てあのどういう取り組みをしてるかっていうのを紹介してたりとか、すごい面白かったのがね、そのフィリピンから来てたそのアジア、アジア太平洋エイズサービス組織評議会っていうところの議長の女の人が来てたんですけど、その人がワールドヘルスについてどういうふうにやっていくかっていうと、人とコストとサービスっていう3つの軸、XYZ の軸で 3次元的に表現してて、で人誰をカバーしてコストがどれぐらいでサービスは何ができるかっていう3次元で大きくしていくことがあの、地球全体の、なんていうのかな、まあ、地球全体で国民皆保険みたいなのができたらいいねっていう話なんですけど、ほー、それをやるためにはあのいろんなとこから の資金が必要だし、で日本は3番目か4番目ぐらいにすごいそこにそういうことに対してたくさんお金を出してくれてるとこなんですって。それでなんかで日本のことめっちゃ持ち上げてて、だから日本はその国民皆保険だし、あの衛生上もいいし、あの国際社会の国際健康を引っ張っていくような立場ですみたいなことをすごい言ってて、まあ、それはそうなんかもしれんけど、うん、あの日本の人からは実際に国内でどうかっていうと、もうあのなんていうの、エイジング社会ですごい置き去りになってる人もいるから、あの、うん、ジャパンがトップだったのは過去ですっていうことをこう残念ながら あの告白してる場面もあったんですけど、でもまあそういう国際機関にたくさんお金が行って、であの周辺化されている人たちのため の取り組みとして、例えばあの HIV にかかりやすいセックスワーカーだとか、あの LGBTQ の人たちだとか、そういう人たちにプログラムを官民共同でやっていくということを、あのその組織はあの東南アジアとかいろんなところにお金を出してやってるそうなのね。だけどそんだけお金を日本が出してそこの組織にやってるんだけど、日本の政府が日本国内のセックスワーカーとか LGBTQ とかにお金出してるかって全然出してなくって、だからなんていうの
ていうの、日本の政府に日本国内から言うよりかは、そういう国際組織に日本も大変だから そこからお金をもらうみたいな図式になるのかしらと思って、なんか遠回り、なるほど、というふうなことも感じました。で、あと今4月から外国人労働者を受け入れるっていうシステムが日本で変わってたと思うんですけども、それの分科会にも行ったんですけど、その中でまあ言われてたのは、まあ本当に口ばっかりで全然もう制度と本心が全然違うから、名目が全然違うから、もうこれから人権侵害、特にその外国人労働者の取り扱いがほとんどその もてなしとかその配慮っていう言葉で全部会社に任されてるから、その入るところから出るところまで、なので全然その中がどういう扱いをしてるか、企業の中でどういう扱いをしてるかっていうのがわからないから、わからない上にその外国人労働者が訴える先、何かあった時に訴える先っていうのが全然整ってないから、もう NPO みたいな非営利組織みたいなところしか今頼れるところがないんですって、外国人労働者の人が何かあった時に。なので、で基本的には何か労働問題があったらその会社の中で訴えるってことしかできないんですって、制度的には。そんな無理じゃないですか、なんかひどい扱い受けてるのに会社の中で言ったところで全然解決にならないじゃん。そういうのも含めてちょっとかなり懸念がある状況になっていくねっていう話をしてたのと、あとこの国際ビジネスと人権に関する国連指導原則っていうのがあるんですって。知ってます？これか。はい、ビジネスと、それでこれを人権に関する、これを日経連とかその経団連とか、まあそういう人たちがちゃんと、まあ、守っていくように今いろんなこういう、なんていうの、市民活動してる人とかその国際機関とかの人も進めていこうと広めていこうとしてるらしくって、っていうのもその今国の中だけの規定では全然網羅できないから、そういう労働者の人権を守るっていうことが。だから国を超えてビジネスすることに、ようになってるじゃない？だから国際的な約束とか国際的な基準がないと労働者全体を守っていけないよねっていうことで、こうそういう意味で国連指導原則っていうのが出てるんですって。でこれをどんどん広めていかないといけない。サプライチェーンの中でも全部の過程でちゃんと労働者の権利が守られてるかどうかっていうのを国を超えて監視していくというか、レベルアップしていくということが必要という、まあ、これは確かに本当外圧がないと日本やらないから、国内でもこういう規定をに沿ったものを作らないといけないし、周りからも言われるんだったらね、なんかいつも思うんだけど、多分まあ G20 にっていう場だったから、その日本ではどうかっていうことだけではなくって、多分いろんなこうもっと普遍的な話も出たと思うんだけど、こと日本に限って言うと、こういうその国連とかの流れでその日本が国として約束したことって、大抵こう 外務省経由で入ってきて、で実際に国内でそれをどうするかっていうのは、例えば法務省であったり、その通産省であったり、その省が分かれてて、まあ、その省が分かれてる状況っていうのは、状態、そのこうやり方っていうのは、どこの国も似通ってると思うんだけど、
日本ってすごいその省と省の間の連携がないから、その、うん、外面で何かやってる時には外務省が前面に出て、外務省って日本の省の中でもすごく、これ録音してます？してない？あ、録画中。じゃあ、 こう外務省ってどういうんだろう、その、まあ、外面向いてるときは、その日本はその外務省が出て行って、日本ですよって言って、うん、国連の人とうんうんって言ってお話しして、その話を持ってかけてくるんだけど、うん、じゃあその実際に持ってきた話を外務省の人が、法務省とか、その通産省とか、うん、その保険関係の、省とかの人とちゃんとすり合わせて、ちゃんと落とし込んでるかっていうと、なんかあんまりそういう動きが見れないというか。うん、なんかそこがすごくこう、もどかしい。その日本、例えばそのビジネスと実験に関する指導原則がありますっていうことで、多分日本もその話を聞いてきて、こういうのがあるらしいよっていうのは、多分外務省レベルでは理解してるってまで認知してても、それで実際にどうやってそのビジネスの現場でそれをこう周知して、守っていくかっていうと、なんかそこがね、もどかしいですね。そうそう、そんで、その、その外国人労働者の問題をどこが管轄して全部を取り扱ってるかっていうと、法務省なんですって。うん、そうね。で、法務省は。基本は入管ですよね。そう、でもね、それは。逆、それ自体がおかしいことだって指摘されてて、っていうのも法務省とか入管っていうのは取り締まって、うん、できればなんていうの、出てってほしい的な、返したい的なスタンスの人たちじゃないですか、基本的には、うん、その人たちが受け入れ、その外国人労働者をたくさん受け入れるっていうためのことが できる状態じゃないですよね、そもそもの受け入れ体制が、うん、なのに全部のことが法務省に任されてるっていうことが自体がもう全然受け入れようとしてる感じがしない、うん、それが問題、ね、本当そう思う、っていうことが言われてましたね、うん、それで、あ、そうそう、あともう一つ面白かったのが、その G20いろんなところでイベントしてたんですけど、その中の一つで、バンクでリスティングっていうイベントに行ってきて、それな、こういう意味なんですけど、はぁ、ディーリスキング、あ、そう、ディーリスキングっていう感じで、これどういうイベントかだったかっていうと、もう全然日本の NGO とかは蚊帳の外なんですけども、来てた人たちはオランダとかイギリスとかアメリカとか、どこだったかな、アルゼンチンとかそういう国の人たちが来てたんですけど、最近 NGO とかの人たちが、その国で何、その国の非営利の人たちが何が困ってるかっていうと、まあ最近のテロリズム的な動きに対して銀行とかが規制を規定を変えたりとかしてるらしくって、その危ない活動をしてるかもしれないっていう何か組織に対するランク付けみたいなのをプロトコルがあるんですってね、その国ごととか銀行、メイン銀行ごとに、でその時にそのプロトコルにハイリスクな組織として非営利団体がリストアップされちゃうんですって、それで いきなり銀行口座にアクセスできなくなったりとか、口座凍結とか、そういうリスクに結構さらされてるって言ったり、実際にそのすごい困ったことになったり、銀行との関係が なんか悪くなったりだとか、その銀行にこう調査に入られたりだとか、うん、その銀行にアクセスできない
くなったり、融資がもらえなくなったりとか、そういうことが割と中大規模、まあ、中規模のところが大きいらしいんですけど、大きい組織になるともう信用があったりするから大丈夫らしいんだけど、そういうのをどういうふうに第三者機関、そういうオンブズマン的なものが政府の組織の中に、その国の人たちはね、その国の人たちは何かが、金融省みたいなところの下、なんていうの、部署の中にそういうのをこう調整したり してくれる部署があるんですって、うん、日本にもあるらしいけど、ほんまあるか知らんけど、それでその人たちが銀行、メイン銀行、でかい銀行とかに出向いていって、ちゃんと広い非営利組織のことを何ていうのかな、抑圧せずにちゃんと顧客として扱ってるかっていうのを調整しに行ったりする、してあげるんですって。はあ。で、そういうことが結構なんていうか、銀行の人が来て調整し、そういうことに取り組んでますとか、第三者機関とか政府の下の機関の人が来てこういう取り組みをしていますっていうのを報告をするっていう会だったんですね。で、まあ日本人、その会自体は、その会自体は5人ぐらいしか来てなかったんですけど、まあ、日本人で来てた3人ぐらいの人はポカーンって感じで、なんか銀行に目つけられる、銀行に目つけられるぐらいの非営利組織なんて日本にないみたいな、なんか特にその国際組織、国際的なチャリティー団体とかだと国外にお金送ったりするじゃないですか。そういうのがやっぱり引っかかりやすいみたいな、そんな感じ。不正送金に疑われる、そうですね、テロリズムに加担してるんじゃないかとか、だからちょっとその、なんていうのかな、日本の組織の、日本の非営利団体とか、まあ、市民活動にどれだけお金が回ってないのかっていう逆の、なんていうの、逆にそういうことが考えられるのかなと思って、まあ、その銀行との銀行のプロトコルっていうことが違うのかもしれない。あと多分そういうそのところに神経を使わないといけない NPO って多分国国境を越えた活動を しているかつ NPO というよりも NGO のような、活動をしていて、だから例えばアメリカであればアメリカの今の政権が、まあ、ある方針であることをやってる、それはいけないと思うその NGO が自分たちで資金調達をして、その下手したらアメリカの敵になるような国に、向いていって、例えばその、まあ、民主主義をそこでその定着させるような活動をしたり、保健、なんていうの、その疫病が広がる予防のこう、まあ、手伝いをしたりっていうのを多分知るようなことがあって、でそれはそのアメリカ、例えばアメリカを例にすると、アメリカの政策的には今このタイミングでその国でやってほしくないと。まあ、あんまり仲良くしたくないので。ある種、利的行為ですよね。そうですね。で、まあ、そういう、ことをこのタイミングでやってほしくない。だけど、その自分たちの活動の趣旨としてはやらざるを得ないからと言ってやっているところを、まあ、そのアメリカの国に目をつけられるような感じで、その活動を制限されると。で、そのアメリカもその、ものにあなたたちに今活動するなとはそのやっぱ言えないので、まあ、そういういろんな仕組みを使って、こう、縛っていくと。多分そういうことで困っている人たちなんじゃないかと思います。そうですね。そういう意味で言うと、その日本、そういう意味で言うと、多分日本、で そこまでのレベルで NGO 的な活動をしている団体が少ないのかもしれないし、もしくは日本のそういった上手にそこをやっているからあまりそういう問題が表面化してないのかもしれないし、
うん、その必ずしも日本の NGO にお金が回ってないって話ではなくて、多分その活動のスタンとか、その、うん、政府とのこう関係で NPO、NGO がどういう活動するかっていうところに多分関わっているんです。そういう意味であんまりカナダではそういう話聞かないっていうのもあるかもしれないですけど、露骨にそのこうある国は仲良しで、ある国は好きでというような感じでこうか、まあ、そういう傾向を持ってる政権で、かつそういう国際的な活動をしている場合はそういう制限を受ける可能性があるかもしれないですけど、カナダはあんまり聞かないですね、うん、どうしてか。でも面白い視点というか、やっぱりそこまでその NPO、NGO が発達してくると、うん、政府もその黙っているわけにはいかないレベルで、こうまあ、威力が出てくるわけですね、うん、そういうのも面白いというか、面白いですね。そうですね。で、あとG20 には関係ないんですけど、府立大学 の公開講座に行ってきてすごい面白いなと思ったのを紹介すると、ブライアン・デイビスさんっていう人で、ニューヨーク私立大学の博士課程を修了した人が今東さんのところに研究生でいるんですけど、その人が、その人社会心理学の人なんですけどね。で、心理性、うん、どういうふうに、人のバイアスを測るかみたいな研究をしてて、で、今回は、でもね、そのどれだけバイアスが偏見があるかっていう調査ってすごい調査しにくくって、っていうのも、あなたはゲイを差別しますかって項目で聞いてもさ、大体みんな、いや差別しませんって答えるじゃん。だから大体、ダイレクトに聞いてもダメなんですよね。それで、この人がどういう、特に日本ではそういうことを言う、なかなか表面上は出てきにくいっていうのもあるので、どういうふうに調査したかっていうと、学生たちに2つの刺激、2つ の文章を読ませて、それは日記なんですけど、日記帳の文章で、1つは誰々さんが今日教室授業の時に誰々さんが前に座って、その誰々さんのことが頭から離れなくって授業に集中できないみたいな。でもしその A 子さんと付き合うことになったりして、将来的に親にこう紹介するようになったら、どういうふうに親に紹介しようかなとか、そういうダイアリーなんですね。でもう一つはその A 子さんっていうところを A 君に変えるんです。で今日教室に A 君が入ってきて、授業中にA 君のことばっかり考えてしまって、僕は授業に集中できなくって、でもし A 君がと付き合うことになったらどういうふうに親に紹介しようかみたいなことを男の子が書いてるっていう、どっちもそういう日記なんですけど、その時にそれを読ませた学生にどういうふうにこれを評価するかっていうと、こんなふうにね、丸を書かせるんですって。でその丸は A 君、大きな枠は丸、大きな丸は A 君自身なんですけど、その中にいろいろあるのは、要素として、5つぐらい6つぐらい挙げてるんですけど、家族の中の息子であるとか、性的関心があるとか、ロマンチックだとか、心配性だとか、真面目な学生だとか、そういう要素を与えて、どれぐらいこれ A 君の中でその要素が A 君を占めてるかっていうのを丸で書かせるんですって。ああ。うん。で、どれぐらい何と被ってるか、ロマンチックであるってことと、性的な関心が高いとか、
真面目であるっていうことと心配性がかぶってるだとか、まあ、そういうふうに書かせて、うん、それでこのね面積を測って、だからその質的な調査なんだけど量的にも測って、あの面白いね、比較したんですよ。すごい面白いでしょ。面積も すっごい大変だったらしいですけどね、面積か計算するの。それで結局何が分かったかっていうと、A 子さん、日記が女の子だった場合、ヘテロの場合と、うんうん、ゲイの場合だと、その性的関心が高いっていうこの丸の大きさが明らかにゲイの方が、うん、大きかったんですって。だからつまりゲイの方が高い、ゲイの方が大きい丸だったと。うんうん、だからつまりまあよくあるゲイの偏見ですよね。ゲイの人はセックスのことばっかり考えてるとか、ゲイの人はあの、うんうん、性的な関心ばっかりが頭を占めてるんじゃないかっていうことが現れた結果になって、うん、でこれアメリカと日本で比較してるらしいんですけど、アメリカでも日本でも同じように同じような結果になったんですよ。で性的な関心が大きい、うん、で、で異性愛ヘテロの方はあのなんだっけ、ロマンチックかどうかっていうことがここでですね、ロマンチックっていうところが、多いんです、広く売ってるんですって。で、うん、アメリカと日本とどう違うか、あ、まあそこの、ロマンチックかどうかっていうのはやっぱり、なんていうのかな、どういうふうにモップとされてるかっていうのが違いますよね。だからロマンチックな場面ってなると、男女っていう、なんていうの、男女がロマンチックであるっていうことのインプットがやっぱり 多いじゃないですか。いろんなものを見ても、ポスターを見ても、うん、ドラマを見ても、うん、いろんなことが、ごめん、なんか、かやちゃん、家事してる？かやちゃん、家事してる？あ、カチャカチャ聞こえる？ごめん。水道の音は聞こえる。あ、そっか、あとちょっと、音を。かやちゃん、ごめんね。ごめんね。それでゲイカップルがロマンチックにしてるところなんてあんまインプットとしてないじゃないですか、日々。なので、うんうん、ヘテロの、関係の方がロマンチックだっていうふうに、まあ、出たりしたっていうのもあると思うんですけど、うん、それで、日本とアメリカで何が違うかったかっていうと、そのよりヘテロとゲイで出た性的関心の大きさが差が大きかったんですね、日本の方が。同じようにゲイの方が性的関心が高いっていう高いだろうっていう偏見を持ってるように結果は出るんだけども、うん、その偏見の強さっていうのが違う風に出たっていうのが出てくるわけで、さらに追跡調査みたいなのをしてて、追跡調査はどういう風に、追跡調査っていうか、そういうそのみんなが書いた丸よね、学生さんたちが書いた丸をわーって机の上に並べて、で学生さんたちにそれを見てもらって、それを学生に考察してもらう、うん、なんでこういう風に出たんだろうかっていうことをディスカッションしてもらったんですって。でその時に出たその要素としては、だいたい4つのことが話題になったっていうこと で、うん、一つはおかしい、同性愛はおかしいっていう、おかしいかどうかっていう話ね。おかしいっていうことをよく言われるよねっていうことを、うんうん、
が一つのトピックとして出るんですけど、でも大体の学生さんは先生はおかしいって言われるけど自分的にはそうは思わないけどねっていうことを言うんですって。で2つ目はジェンダーのインバージョン、ジェンダーの、あ、これちょっと意味わかんないな。インバージョンって何でしたっけ？なんて書いてある？インバージョン。ん？ん？インバージョン。インバージョンってなんて？インバージョン。っていう意味でしたっけ？インバージョンってあの、何やろ？逆転とか言ってる？逆転。インバー。インバートのインバージョン。インバージョン。あの、うん、あ、そうか、違う。ほら、あの、盗作。あ、盗作。性的盗作とか言うときも、あれじゃない。あれじゃない。そうか。そう、なんか最近そんな言葉をみんな使わないから、ちょっと、ピンとこなかった。そういうんじゃないかな。バイナリー。性的盗作。盗作。あ、ごめん、なんかちょっと、これわかんない。わかんないから飛ばすけども、あと前、マイノリティであるっていうこと、その両性愛の人たちはマイノリティだよねっていう話と、あと、あのアイデンティティ、その4つ目はポストゲイって言って、アイデンティティよりもあのアイデンティティしない、そういういろいろ LGBTQ とかカテゴリーはあるけども、うん、もう人それぞれだよねみたいな話、うん、ああそれでカテゴリーカテゴリーではない、ね、うん、でそんでそのどれくらいそのあまたそのそういう どういう関係か、自分とどういうそのゲイっていうことが自分とどう関係してるかっていう話で、アメリカの場合はいろんなあのことが出てくるんですって。友達にゲイがいる、大体の学生は身近な人が身近な関係にゲイの人がいるとか、あと映画とかメディアでテレビの話だとか、あとイベントあのパレードに行ったとか、その日頃のクイアなイベントがに行ったことあるとか、そのゲイとかあのゲイバーとかクラブイベントとかそういうのとか、まあいろんな言説、その人たち個人個人が持ってるゲイとの関わりっていうのが出てくるんだけど、日本の場合はテレビのお姉キャラか BL の話しか出てこないんです、うん、BL、なるほど。大体もうその2つ、お姉キャラと漫画とかの BL の話で、だから全然その、やっぱり偏見が強いっていうことがどういうふうに形成されているかっていうと、もう情報不足だったり、その自分との直接的な関わりが全然持ててないっていう状況が、あの結局は偏見の大きさに現れてるんじゃないかっていう話。ああ、なるほどな。あそこ、それが言いたいためにそれをやってるわけね。うん、そうそうそう。そこ、うん、なるほどね。だから、その、でもそんな調査、そんな調査、多分トロントとかでやったら、もっとその砂漠、狭まるんじゃないか。まあ、その手法の、こう、うん、なんていうの、あの有効性を試すために、極めてそのバイアスが低いところでわざわざやって、うん、でその差がすごくほとんど出ませんでしたっていうふうになれば、ある意味成功してるわけよね、うん、説得力をもっと増すわけよね、うんうん、そうそう、面白いね。そしたらそれツールとして使えるよね、その、うん、今じゃあもう韓国の高校生はどう思ってるんだろうとかいうときに、そのツールを使ってすごい偏見の差が出たとしたら、うん、じゃあ何をしないといけないかっていうのをこう分かってもっとリアルなつながりを、うん、あの持てるようにするとか、もっとその普通のというかその、うん、リアルなものとして LGBTQ を、まあのことを語ってとか、ね、すごい使える手法、うんうん、そう面白いね、面
白いなと思ってちょっと紹介してみました。うん、ありがとうございます。それはもうあの論文っていうかのにはまとまりつつあるんですか？まとまってるみたいです。今まだやってるところ？いや、もうまとまってるみたいですよ。あ、そうですか。うん、だから多分どこか探したら見れると思います。ところで、ところで金次さん、プライドはどうでしたか？プライドね、今年はトロントのプライド3日間あって、で、はい、金曜日はトランスマーチで、土曜日は大空マーチで、日曜日に沖縄のプライドパレードがあるんだけど、今年は 金曜日のトランスマーチだけボランティアしてきました。面白かったです。すごく今年は大きなトラブルもなく、依然としてどういうんだろう、その LGBTQ のコミュニティの中でもよりこう抑圧されてるっていう言われてる、まあ、その有色人種の人たちとか、あとトランスジェンダーの人たちとか、まあ、そのトランスジェンダーで有色人種の人たちっていうところの、その底上げをしていかないといけないという人たちと、その今年はたまたまその50周年、ストーンウォール50周年ということもあって、その過去の振り返りの活動とかイベントもたくさんあったんだけど、その時にやっぱりそのどうしても芸男性がやってきた、白人芸男性がやってきた話がやっぱり出てしまって、でその話が出るたびに、いやいやそうじゃなくて、その陰に語られてなかった歴史があるんですよっていう、こう異議申し立てをするシーンがあって、もうそれがなんかほとんどこう予定調和のように繰り広げられるような雰囲気があって、まあそこまでまあ、これまでの LGBT の歴史というのは白人男性、ゲイ男性の視点で語られてたということと、まあ、そこに抜け落ちてた人たちのその底上げをどうするかっていうところでのその亀裂みたいなのが、イベントのことごとに出てきてて、みんなちょっとそれに慣れてきていて、まあそれに乱れしてもプライド嫌だっていう人もいる中で、今年は割とその亀裂をあまりフォーカス亀裂にフォーカスせずに、その歴史を粛々と見つめて、トロントはトロントでやっていきましょうという感じをなんとか出せたプライドになったと思いますし、それは多分その異議申し立てっていうか、されたゲイ白人ゲイ男性はどんなリアクションをするんですか？今年はね、その50周年ということがあったので、彼らは彼らなりにそのストーリーをこう披露する場所があったという感じもあって、なんとなくそれでみんな満足、なんとなくそれでみんな満足したという感じ。それぞれその立場があって、言いたいこと決まってて、まあ、それをみんなその披露する場があってっていう感じで、あまりその、私にも物言わせてくれっていう感じのフラストレーションはあまり今年はなかったです、ね。で、今のそのカナダの、まあ、トロントの政治状況も関係してると思うんだけど、保守党が今政権を握っていて、で、だって保守党がもう反 LGBT を結構前面に出してるんです、だからその LGBT コミュニティの中でもプライドが嫌だと言っている人もちょっとそれをあまり大きな声で言えない、言ってしまうと私がその保守党支持なのかっていうと誤解されてしまうというリスク、実際保守党支持 LGBT の人たちもいると思うんだけど、なんかそういう意味でちょっとあまりにも保守党が反 LGBT なので、反プライドを唱えていた人たちがちょっとその声を出しにくくなってるっていう感じで、なるほどなるほど、そういうちょっと極端な、ある意味両方極端な意見を持った人はちょっと鍵を潜めて、まあ、とりあえずストーンウォール50周年だし、まあ、今こんな政治状況だし、トロントはトロントでしっかりプライドを成功させようっていう感じで、うまく収まったんだと思う。金さん、その中でも、あ、どうぞ。その中でもプライド実行委員会はやっぱりコミュニティので今まで見逃されてきた人たちも
声をどんどん救っていく、その人たちをやっぱり主人公にしようっていう意思をかなり固めているみたいで、だからもうすごくこう、そこのこう、シーンをぶらさなかったんですね。それが良かったかもしれないですね。みんなもそのプライドが何かっていうことを、ちょっと諦めた感じで、納得したというか。はあ、でそれはそれとして、自分はじゃあそれにどうするかっていうふうにこう、自分の態度を決めれるようになってきたので、なんかこの5年かなりごちゃごちゃしたんですけど、プライドの実行委員会がしっかりそういうふうにこう、まあ、意向を固めて、5年間それでずっとやってきたっていうのは、なんとなく成功してきたのかもしれない。その今まで発言権をあんまり認められなかった人たち の底上げをっていうようなお話がさっきありましたけども、底上げっていう言葉を使った時にね、例えば有職でそのトランスの人は例えば仕事に就きにくいとか、そういう経済的なところにもなんか目を向けようっていう感じなのか、とりあえず今まで発言の場がなかった人たちにちゃんと発言の場を保障しましょうっていうので、パレード自体はそれで完結するっていう感じなんですか？その底上げって言った時に、それが経済的なものなのか、その人権レベルのその尊重の話なのかって言われると、結構混ざった感じはありますね。そうですよね。全てにおいて見逃されてきたという反省があるので、その LGBTQ、例えばその LGBTQ って言った時に、先住民の人たちの視点は全く入ってない。そうか、なるほど。で、去年ぐらいからカナダでは、LGBTQ の前に、2S っていうのをつき始めて、2SLGBTQ っていうふうに使う人が増えている、割と公的にもそうなってきて、市役所とかも。そうなんです。これは多分アメリカではちょっとアメリカとかそのカナダの外では通用しないかもしれないけど、カナダの主なプライド関係の人とかこう役所なんかは 2SLGBTQ って言い始めたんですね。結局そういうことなんですね。今までそのやってきたことの反省をちょっとどういうふうに表現するかっていうのやっぱり模索してるところで、LGBTQ だけの話じゃなくて、例えば保守的になってきている政治の話とか、今カナダで一生懸命取り組んでいるその先住民の人権の回復運動のこととかがやっぱりすごくこう関連してきている感じ、だからそういう意味でその底上げといったときにこの人たちの収入を補償しましょうとか、そういう具体的な話というよりももっとこう表彰的なレベルで、なるほど、すごい意識から変えてるって感じですね。何の話、そうから変えていこうっていう、すごいなぁ、徹底してるな、前進してるんだろうな、徹底してる。でその変化はね、早い。それに気づいた時に誰かがそういうことを言い出すと、なんかこうバーってそれが周知される。全体主義的な意味ではなくて、それにこうみんながさっと賛同するこう機運がある。まあ、ちょっと北米はカナダも含めて政治的には必ずしもこう民主主義を唱える人にとってはいい感じではないんですけど、そういう状況がちょっとこう逆に功を奏しているというか、高めているというか、そういうのがプライドのお祭りなんか見てて、プライド結構日曜日も行かなかったんですよ。ずっとテレビで見てたんですけど、テレビ中継してますもんね。そう、2時間半ぐらいかかるパレードで、最初から最後まで全部中継するんですけど、地方局がやるんですけどね、その時CBSたちが見れるようになって、でもその中でもその、MC、司会役になってる2人が、空振りですね、楽しそうですねっていうことだけではなくて、というかそういうことよりも、今その LGBTQ のコミュニティでどういうことが問題になってるとか、そのことについてどういう取り組みをしてたのかとか、すごいこう積極的にそういう人たちをその司会の場に呼んで、私は3分
この3分間ぐらい、ずっとカレンダー見てたら、政治家も出てくるし、市民団体の団体代表も来るし、なんかそれぞれのこう主張ではないんですけど、そういうことが起こってて、どういう取り組みをしてるっていうのさーっと相関的に分かるようになってて、まあ、なんかちょっとプライドパレードってそのお祭りなんだけど、そういうふうに、ね、今日その LGBT の視点から見たらどうなるかっていうのがすごくよく分かる設計で、それすごく感心しました。年に1回いろんな課題の総まくりの日っていう感じですね。そうですね。で、あのやっぱりそのそういう話を聞いてると、その LGBTQ って言ってるけども、さっき見たけどその経済的なこととか、いろんなことが心理的なこととか、いろんなことが考えるんだなっていうのがよくわかる。日本でやっぱりそういうそのいろんな社会課題の絡みが、その政治影響が、政治状況はどういうふうに影響してるかっていうのは、なかなか見えないと思う。そうですね。なんかその、オフライドパレードとかを使ってそういう発信。金次さん止まっちゃった。あ、金次さん。戻ってきました、すみません。動きました。何ですって。以上です。はい。日本でも、まあ、そういうその社会課題に、社会課題が政治状況とか経済状況とかでどう絡んでるかって見れる場所があれば、議論が進展するのかなっていう。その 2XLGBTQ はすごい象徴的な、今年象徴的な出来事とか。だったらどうなるんだろうこれ。まあそういうふうにこうみんながガッと認知できるのは、そのやっぱり素地のところ、そうだね。素地ってもう基本のところで、そのミニ、あ、素地、あ、素地だ。ベース。ベースのところで、みんながその人権とか、尊厳とかいうことが何を言っても大切だっていう合意がやっぱ取れてるから、そういうその新しくというか、その問題がこう見えるようになってきた時に反応が早い。それに対してあのホームレスの活動をしてた人も、あのエイズ撲滅の話をしてた人もガッとこう集まれるんですよね。それがすごい、なぁと、やっぱ人権が一つの接着剤みたいな形に働いてるってことですね。もう本当一人一人の価値観の中に、例えばその経済的なこと、お金のことであったり、社会的な名誉のことであったり、いろんなことがあるんだけど、その人として生きる権利を、すごいなんかプライオリティが高い、なんか高い、すごい。ですよ。で、その何を置いても、やっぱりそこが怪我されたり、そこをないがしろにされてる状態っていうのは分かった時点で、それをほっといてはいけないっていう気分が出来上がって、結集するみたいな。まあ、それで一件にその課題が解決するわけではないんですけど、とりあえずその集結したところで、そのやっぱりそういう集結してるメディアに出てきたり、みんなのその巷の話に出てきたりする、それでこう認知度が高まって、その問題が非常に重要な課題であるっていうことになっていく、それが問題であるっていう共通認識をとりあえずボーンと出しちゃうっていう、それが共通認識がボーンとできてしまう、できてしまう、あれはあの人たちがやってる課題だからみたいな、そういう仕分けをあんまりしない、仕分けできないようになんかこうなっていくんですね。それは何が違うのかな。やっぱり個人主義ですかね。個人主義と、その個人がそれぞれその
生きていていいという、その、うんうん、当たり前の権利がやっぱり、うん、あのすごく大事だっていうことを、一人が好きに生きていいという状況を確保するためにみんなで割とちゃんとやるでしょ。なんかそこが、それがそこの折れた時のあの怒りの本質がすごく目に見える。それはダメでしょって声を上げる人がすごく多い。あのなんかやっぱり日本はそこを遠慮されてしまうような抑圧があるんでしょうね。例えば我慢という美徳がいかんですかね。そう、あの我慢は大きいと思うし、うん、あのそういう発言をした時にその政治的に偏ってる人なんだなと思う、うん、近づいちゃいけないとか、そうなんかその あのあんまりこう主流じゃない政党に加担してる人じゃないのみたいな、うん、あの偏見を持たれたり、うん、でそういう偏見を持たれる前に自分で心配してしまって、うん、発言をこう閉ざしてしまうような、うん、こう心持ちがあったり、ね、ありますよね。うん、こうおかしいと思っててもなんかこう物を言えない状況がやっぱり日本にはあるなっていうのはやっぱカナダに来てすごく気づいたところですね。言うだけ言うっていうのがありますよね、文化として。うん、言わなければいけない、うん、言うことが私の責任だっていう、うん、あの感じは、うん。だから普通にそのあの職場で、あのなんていうんですか、ミーティング、あの仕事のミーティングをしてても、うん、あのそういうその、うん、あるその人の、あちょっとね、ちょっと。難しい、説明が難しいです。うん、まあ、そういう職場のミーティングをしていても、あの、ある人の、ある集団のことをどう表現するかっていうことで、うん、あのちょっと悶着があったり、なるほど。すごくこだわるんですよね。例えば、まあ、言ってしまうと、母子家庭の人たちで、うん、母子家庭の、まあ、シングルマザーっていうのは、あの、例えばお金がなくて困っているとか、その社会の中でよりこう、うん、弱い立場に置かれるとかっていう話を、うん、まあ、出たときに、うん、それは本当にそうなのか、それは君じゃないのかみたいな、こう、いうことを言う人がいて、うん、で、まあ、それ一例なんですけど、うん、でその誰かの個人であったり集団の人生きる、その人たちが生きる尊厳の話になったとか、うん、すごく敏感になる。うん、そこをこうやっぱりあの言い間違えるとあの大きなそのことが大きくなって、うん、まあ、それをあの、まあ、学習して、うん、そういうことあの考えを改めるっていう、ああフィードバックになる、うん、え、今の例で言うと母子家庭の人は貧しいっていう一面的な見方が良くないっていう話だった。うんうんうん、そうは限らないと。そうで、その個々のクライアントのアプローチをどう考えるかって話に続けある人がしようとしたときに、うん、ちょっと待ってくれと。で、それは偏見だろうっていうふうに、あの横やりを入れた人、横やりとかそれを批判した人って、うん、でそのクライアント、僕たちその、メンタルヘルスの仕事してるので、うん、あのこう、まあ、そこにプログラムを受けにやってくる人たちの中には、まあ、その片親の人もいる、シングルマザーもいる、シングルファザーもいる、うん、でそのシングルマザーっていうことをだけを取り上げて、この人はシングルマザーだから、この人たちはシングルマザーだから、こういうものが必要だろうという、うん、視点自体が偏見だ、うん、先回りして、でその人たちの総合的にリアルな審査官を結局どこで見失うことになるでしょうみたいな話、うん、あの、うん、普通の会社のミーティングなんですけど、すごいな、うん、なんかすごいその、どういうんでしょう、あのやっぱりそうですね、そういうことですごくセンシティブに、うん、あのそういうことで間違った発言があったときに、それは間違ってるっていうことを、うん、下っ端の人とかでも結構言うんですよ、うん、その
上司がそういうことを言った時に、下っ端のいわゆるその従業員が、うん、あんたそれは違うだと思うのを、そういう場面を見たり、うん、でちゃんとそれで会話が成立していくんですね。黙っとけじゃなくて、それでまあうん、それであのそういう人はありがとうって言いつつ、どうしてそういう面があって、うん、でその面にまたさらにあのだからみたいな感じでこう批判が重なってで、まあ、その時には結局折り合いはつかなかったんですけど、でもそういう異論を発するスタッフがいるっていうことはその上司はあのやっぱり認知したので、うん、あの今後そういうトピックが出た時にその上司は多分もっと気をつけるようになると思うんですけど、うんうんうん、そういうその積み重ねっていうんですかね、うん、であのその言ったその従業員の方もあの、まあ、そういうその指摘をしてるだけではなくて、その上司の立場で考えて、あの上司がなぜそういう、 こう発想に至ったかっていうことを考えてるみたいな話も後で出てきて、うんうんうん、真面目っていうか、まあ、その人についてはもうおろそかにしない、うん、でもそうやってあの内部でちゃんとあの言葉遣いっていうと小さくなっちゃいますけども、あのそういうのを、ちゃんと揉む場があるっていうことは、その上司の人が外へ向けて何か喋るときにはそれなりにあの、まあ、いわゆる真っ当なちゃんとあのクレームが出ないという言い方は嫌なんですけども、あの周りを納得させるようなことが言えて、だから結局そのいちいち人に文句をつけるっていうのはなんか仕事を遅らせるとかそういうふうにネガティブに捉えることもあると思うんですが、結局その内部でちゃんと揉んであるからいざ動き始めるとあの割とスムーズにいくっていうところがあって、あのそういう内部的な議論をあんまりしないで、あの 外向きの言葉をやっちゃうと、さっき塩谷さんが初めの方で言ってくれた、うん、あの対外的な外務省のあの態度みたいな流るかなというふうには思う、うんうんうん、そうですね、本当そうですね。だから外から言われてるからやっとけて、外圧は結構重要なんですけども、うん、そ外圧だよりになるとなんていうか内部固めというか、あの内部の議論はあんまり進まない的なところもあって厄介だなと思います。そうですね、そうですね。なんかなうちその中内側、その外圧と言った時にも、それに反するその内側、こちら側がすごくこう、もう常にあの一枚岩で、あのみんな同じ意見を持っていてっていう幻想に陥りがちなんですけど、そんなことはないんですよね、やっぱり。ないですよね。この人が集まったら、やっぱりいろんな生活経験とか、いろんな人生経験とか、いろんな価値観を持ってる人が集まってるはずなんで、それをこう生かさないのはもったいない。そうですね、そうですね。そういう人たちにその、うん、の間で意見を揉んでもらって、うん、で、そういろんなリアリティからその、まあ、物事を学的に見て、うん、まあ、揉んだものを外に出す。うんうんうん。まあ、ある意味手堅い、そういうふうにした方が手堅い。そう、手堅い、うん、手堅いんですよね。うん。そういうふうになるといいなといろいろ思います。本当にね、なんか政治家の発言だったりとか、なんか不祥事の時とか、なんかがあって誤りに誰かが出てきてる時とか、本当に組織のダメさがすごくわかりますよね、日本で。うんうんうん、誰もこの偉い人に誰も何も言えないんだなみたいな、そういう組織なんだなっていうのがすごい分かりますよね、うん、人権団体でさえね、うん、多分、うん、でももったいないですよね、うん、と思いますね、うん、じゃあちょっと長くなりましたがテキストに入りましょうか。いろいろお話ありがとうございました。こちらこそ。それじゃあですね、1ページ目からちょっとやっていこうかなと思いますが、うんうん、ちょっとね、分からないところがありまして、いきなりこの上から
3行目の括弧に入ってる Size in a war not a their making、 これって Refusing to choose のにかかるんですかね、うん、あすいません、これ私読み飛ばしてました。あ、どういう意味かな。この多くのバイセクシャルの人は、アンサーが、このバイセクシャルの後は多分 Who had been known で、選ぶことを拒むということでよく知られて長く知られてきた多くのバイセクシャルたちはっていう、これだけで主語の部分になると思います。で、この括弧の中何かな、なんかこれ決まり文句かなんかですか。いやー、それがね、フレーザルバーブでも検索したんですけど出てこなくて、うん、金次さんこれ見たことあります、この言葉。なんかちょっとピンとこないですね。ピンとこないですねっていうか、何のことが言いたいんだろう。Any bisexual female choosing to choose answer is both。 まあなんかセンテンスとしてはなんかその括弧を読むと括弧を飛ばしたらもういいと思うんですけどね。Many bisexuals answer is both。 結局言いたいのは Many bisexuals answer is both、うん、っていうことが言いたいですよね。うん、うん、でそのなんかスターウォーズの本音がとかいうのなんかちょっとピンとわからなくてちょっと読み飛ばしましたけど、うん、Size in the war not both their making。 何が言いたいんでしょう、もう全然ピンとこないです。なんかスターウォーズに関わってんですかね、この war は。いや、スタートレックです、これは。スターウォーズ、あ、ごめん、スタートレックスタートレックやばい。スターウォーズ、ボーグはもうこれは定型文なんですよ。ボーグの抵抗は無駄だって言うんです、ボーグは変わらず。ボーグっていうのはすごく大きな、むちゃくちゃ大きな宇宙船で、うん、宇宙を侵略しながら動いているなんだ集団で、完全に一つの石で全体主義を構成している生き物なんですよ。だから女王アリがいて、その末端のアリは全員同じ意思で動いているという集団で、うん、侵略するとき抵抗は無駄だっていうというのが、まあ多分すごくこれはね、スターウォーズの第4シーズンのボイジャーっていう中に出てくる。あー、そうか。めちゃくちゃ有名なんで、ここは使ってるというだけだと思います。あー、へえ。うん、でまあ意味ないですとか、はい。あー、まあ、それが知ってるだろうってことで、何もこの定義を抵抗無駄だって、うん、Many bisexuals know long for refusing to choose answer. It's both. Size in a war not of their making. かっこなんかわかんないな。Size in a war not. わかんないから無意識に飛ばしたかも。うん。わからないです。T さんとかに聞いてみますか。まあまた後ででも。そうですね。はい、また分かったらお願いします。はい。うん。前に時間があれば。聞いてみますか。テイさん、ちょっと来て。I'm very busy playing solitaire。いいから。In my underwear。That's okay. We're reading this sentence. Hello. 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 So this is the title of the chapter Making Bisexuals Visible、okay. and the top sentence, it's not making sense. You know Star Trek, so you would、yeah. be able to tell. Is resistance fertile or is it fertile? Many bisexuals long known for refusing to choose, answer it's both. Well, what is it?
Is it consent? Choose both sides. Hmm. But what does this mean? In a war that's not their making. Sides in a war not of their making? Systems of what? Of each other? I'm still the top. Existence of what? Both suits out in the sense of being monumentally discouraging to continually insist on one's right to belong and exist. Okay. Why fertile? Generally, this paragraph makes sense, but we don't know why this is here. Yeah, so they're not the ones that are against bisexual society is. Hmm. So why should, I mean, really, it's not up to them to actually have to choose one side or the other. Why can't they just choose both? Why can't the answer be both? But this bracket makes no sense. Like, we don't even know how this fits in. Sides in a war, not of the movement. Right. Refusing to choose sides, this side or that side. In a war. In a war, meaning society, society against bisexuals. Oh, I'm being dismissed. Hey. Of not of their making. Society. Right. Size. で、うん、でその、ウォー自体、その、ウォー自体、違う、サイズのウォー、どっちを取るかということに加担するのではなくて、その、せめぎ合いに加担するのだ。うんうん、その、つまり、あ、そうですね。つまりそのバイセクシャルである自分たちはにそういうふうにその、どっちを取るかっていう話を振られても、私たちは それをその選択する立場にはない。選択する、その選択を迫られる、こう、うん、べきではない。うん。はあ。金次さん、このゼアメイキングっていうのはゼアメイキングチョイスぐらいの感じですか？そうです、そうです。はい。はあ。Making, refusing to choose. うん。に引き続いてるんですね。Size. 選択をしないという戦いにおける立場。うん、そうですね。はあ。なんとなくピンときますが、ちょっと説明としてうまくいってないですね。どっちかのサイドによることによって納得してもらうのではなくて、うん、ね、どっちでもないと言い続ける、そのせめぎ合いをキープすることが引き受ける選択することなん、うんうんうん、そうせざるを得ないというか、それが、まあ、バイセクシャルであるというのはそういうことなのだみたいな感じですかね。ああ、なるほど、ね、この世の中の現状で。なるほど、へえ、ありがとうございました。次の文章って分かりました。 Both futile in the sense of being monumentally discouraging。 その次の文章を読むとひょっとしたらもっと分かりやすい。ああ、なるほどね。 Futile in the sense of being monumentally discouraging。 自分たちの権利とか、そのどこに所属しているかとか、存在を主張するっていうことの途方もなさというか、もう不毛な感じというのがフィラルの方ですよね。フィラルの方で、フェタルの方、フェタル、あ、そうかそうか、
フューティルとフューティル。で、うん、ファーティルの方がその後のあのそれでもシンプリスティックバイナリーにを超えるということをしていく。ノンジェンダーヒューマンビーストとして、うん、これブレスト、うん、ビヒューマンブレストってこれ何ですか、ブリースト、これねインってあるのがまたわからなくて、インノンジェンダードヒューマンブリースト、どういうこと、このね、バイナリーズ、スプリングス、エターナルもね、このスプリングスが動詞ですか、なんか読みにくいですね、この文章。Those futile in the sense of being more than naturally discouraging to continue insisting on enjoying to your own existence. And inspiration and fertile in the sense of both being simplistic binaries, spring,Eternal. うん、多分あの動詞は Springs、ね、Springs Eternal、 なんかそのエターナルなものをここ湧きを起こさせる、でその In Non-Gendered Human Breasts っていうのはそのお乳のことだと思ったんですけど、お乳がどうであれそれがその人間のそのそのジェンダー化していない人間の父、うん、っていう直訳になるんですけど、だからその父がそのどうかということがその性別を超えたものになるというあのことにおいていうことにおいて、これスプリングスはあの湧き出てくるとかそんな感じでいいですか？そうです。単純なバイナリーを超えた単純な二分法を超えた希望はあのノンジェンダーヒューマンブレストの中に永遠に湧いているみたいな、これ変えた人なんかちょっとハイになってたんじゃないですか、ね、ローラインさんちょっとなんかすごい張りすごい張り切ってるんですよねきっとね、うん、でもこの前回読んだときすごい読みやすかったの、これ章が変わって多分人が変わってんじゃないですか、ね、いや、あ、同じ人ですか、同じ人です、章はね、これ続きですよ、あ、同じ人ですよ、うん、でこのじゃあ人が変わっちゃったんですかね、ジェンダー化されてない人間の父、父がにおいて、においてここ単純な単純な二元論を超えるという、うん、超える、希望、希望がそのフェイタルであると。うん。うん。そうですね。うん、この湧き起こるのはエターナル、永遠に湧き起こるんでしょうね、永遠に湧き起こるのが人間の父なんですか、じゃなくて人間の父によって、あ、主語は多分ホープ、ホープ、うん、主語がホープで、ホープビヨンドシンプリスティックバイナリーズがスプリングするんですね、エターナルにスプリングする、うん、エターナルなものとしてスプリングするノンジェンダードヒューマンブレストの中に、の中に、においてとか、において、うん、において、最初のパラグラフが全然引っかかりませんでしたちょっと文学的すぎますね、そうですね、うんうん、あのハイになっていたと思いますけど、うん、で多分このパラグラフを書いた後にやってやったとか思ってちょっとこうああかもしれない、なるほど、これ最後ですしね、はい、そうですね、チャプターの
うん。あ、違ったっけ、まだあったっけ、あのこのチャプター。半分いったし、ちょっと気合が入ったかも。あ、そうかそうか、後半ですよね、これ。うん。それで、その後のパラグラフの、真ん中のあたりなんですけど、There have been bisexual grand marshal who were honored and helped to lead Pride Parade, and also many times when they could should have been and were not. この最後の were not ってなんでついてるんですか？まあ、バイセクシャルの人が、そういう名誉に臆すことも何度も何度もあったけれども、そうでない時も確かにあったということをダメ押しで言ってるんじゃないですかね。そうですね。で、オウソの後が結局現状を表してて、そのオウソ many times when they should have been, should have been, to warn them、うん、そういうその、まあ、バイセクシャルの人たちがそのパレードなんかで前面に出てグランドマーシャルのような立場に、そのバイセクシャルの人たちが置かれるような、うん、こう機運だったりチャンスだったりがあったにもかかわらず、実際には were not、 そういうことが、うん、起こってこなかった。ああ、そういう機会は目に入るんじゃないんですね。そうだそうだ、うん、かなと思う。そういう時もあったけれども、むしろたくさんの場合にはそうすべきだったけど、そうするはずだったけど、そうでなかったということの方が何度もあった。うん、うん、その次に実際にその映画出てますね、1986年の、うん、サンフランシスコ の、 実行委員86年 の、 コーチェアに選ばれた一人がバイセクシャルであったにもかかわらず、うん、バイセクシャルであって、the first time an openly bisexual person was chosen to go this position。1986年のこの時点に起こるまで、バイセクシャルの人がそういうそのパレード実行委員会の、要職を見つけなかった。そうですね。うん、でね、その話があって、その38番の後のパラグラフで、Another kind of protest occurred when people did and do って、この another kind of ってもうすでに一つ出てきました。その今言ってることのことがパレードにやっと86年にバイセクシャルの人が実行委員になったっていう話のことをつなげて、この another kind of protest なんですか？うん、これそう、確かにプロテストという言葉にちょっと引っかかるかな。うん、うん、本当ですね。あら、プロテスト出てきたかっけと思って。うん、でもすぐでも、今日のゲーム。でもアナザーという言葉で念頭に置いてるのは、やっぱりこの1986年のサンフランシスコの例ですよね。それは確かだと思います。でこれをプロテストっていう、まあ抗議というプロテストもなんかもうちょっとあれですかね、いろいろ意味があるかもしれないですね。かもしれない、うん、そうですね。うん、なんでプロテストか、うん、そうですね。なんかこのまま素直に呼ぶと、その、1986年のサンフランシスコのプライド実行委員会に、そのバイセクシャルの人が選ばれた、うん、ことが何か物議を醸したかのように書かれてますね。そうですね、うん、うんうん、あ、そうか、事件であったかのようにこうそうだったのかなって読んでます。うん、なるほどね。じゃあこれはやっぱり
ある一種のプロテスト抗議としての就任だったんですね、たぶん。7段階のプロテスト。OK です。じゃあ次に行きます。次は、はい。さっきのなんか、銀次さんの職場の話にもつながると思うんですけど、2ページのあの、中が終わったところ、2ページの最初のパラグラフですけど、そこでまあ言われてる、まあ、パラグラフの後半ですね、なんていうか、What kind of messages are sent by the way we use language? そこら辺がすごい大事なことだなと思いましたね。どういう言葉を使って、それが何を意味するのかっていうことに、自覚的になることとか、こう不在であるこの present absences、absent presences って、これいいですね、これ、存在の不在と不在である存在、これも多分書いた時やったあと思う、でしょうね、でしょうね、言ってやったみたいな、これ使いたかってんっていうこれやっぱりバイセクシャルのことをまあ言ってますよね、その、あるいる言ってるんだけど LGBT とか B とか入れてるけども実は不在であるっていうこととか、存在、実際にもうそこにいるにもかかわらず、存在がこう存在していない感じ、インビジブルになってされちゃう、これうまいこと言いましたよね、それでその次の章が章に入るんですけど、これがすごい私、インターセクシャリティの話にもすごい直結するなと思ったところがあって、真ん中の何行目が、5行目ぐらいですかね、In the past in the past were well known for saying there is no point in organizing a separate bisexual political movement because the issue of loving more than one gender are woven into more than one community、これが、なんというか、なんつったらいいんでしょう、味噌なような気がしました、でなんかここをちょっと言い換えることもできるんじゃないかなと思って、There is no point in organizing a separate LGBTQ political movement because the issue of being LGBTQ were woven into more than one community みたいな、なんていうか、こういろんな、今勉強会とかでその在日コリアンと LGBTQ とか、障害者と LGBTQ とか、シングルマザーと LGBTQ とか、いろいろ勉強会してるとこなんですけど、そういうインターセクショナリティを考えた時に、なんかシングルイシューではもう無理な、どういう切り口でも無理というか難しくなってるような気がする、それが昔からバイセクシャルの人が感じてたというか置かれてたことなのかなと思って、あとその特にバイセクシャルのことに関、そのなんか頭の中だけで考えると実際はちょっとどうかっていうのはあれなんだけど、頭の中で考えるとそのバイセクシャルって呼ばれる人たちが置かれた立場っていうのは、ゲイとストレートが両極にあって、でそのなんかこう真ん中に置かれた人のようになんかこう見られていて、でそうするとその
ゲイでもない、ストレートでもない人たちみたいな、こう、この認知になって、その、そういうアイデンティティの獲得の仕方ってすごい難しいですよね。あの、私は何者、例えば日本人ではないとかいうことってアイデンティティにはなれなくて、うん、私じゃ何者かということを、こう、ちゃんと説明できて初めてアイデンティティに、うん、バイセクシャルの人たちっていうのは、その両性を好きになる人とか、その両どっち、うん、どっちに好きになるかは分からない人とか、なんかこう、すごくこう、もやん。もやんとした感じで、うん、あの説明されてて、で、なんかそういう立場に置かれてしまうと、そのことを、その、カットとした、その理由として、その活動していくことがすごく難しくなるんじゃないかなって。うんうん、ゲイであればその反ストレートというか、その性愛主義に反するという感じで、うん、そのまあ、活動もできるし、ストレートという立場の人はそのストレートじゃない人たちのことを考えながらストレートだという立場を固められる、うんうんうん、どちらでもないと言われてしまう人たちというのはやっぱりすごくこう、うん、その人たちにとってそのインターセクショナリティというのは必須なんですね。それがひょっとしたら国籍の話とかになった時になんかそういう立場に置かれる人いるんじゃないかなと思う。ひょっとしたら在日の人とかはそういう立場にいるんじゃないかなと、その外人でもない、うん、日本人でもない、うん、その在日って何なんて言われた時にすごいこう説明が難しいじゃないですか。その歴史的な説明を長々としたり、うんうん、あのそのいわゆるニューカマーと呼ばれる今韓国からやってきてる移民の人とは違うという話をしないといけなかった。そうですね。ということで、うん、でそのこう間にもやっと立たされている人たちだからこそ、ひょっとしたらその在日っていうアイデンティティをわざわざまあ作っていくことも大事だけど、うん、その人たちにとってやっぱりその日本人だと強固に言っている人たちのものの見方とか、うん、その人たちが外国人を見る視点とか、やっぱそういうその両極のそのやっぱりバランスの中でしていかないといけないので、多分同じようにやっぱりインターセクショナリティが必要になるんじゃないかなと思うんですけど、うん、そんな感じ、どうですかね。うん、なんかそのね、なんかいろんなそのかぶり方っていうのがあって、それぞれ微妙に違うなと思っていて、昨日も考えてたんですけど、うん、なんかなんていうか、例えばちょっとこんな感じで上の方がコリアとジャパンのダブルの人で、下の方が在日の人、ジャパンに住んでてコリアのとか、なんかこういうあり方、あるいはその日本人でクイアで障害を持ってる人っていう、こういうなんかいろんな、なんかインターセクショナリティって言っても、そのあり方ってこう全然なんていうのかな、どこでこの、うん、この線を引いてますけれども、線のどのあたり で葛藤が生じてるのか、なんか、まあ、例えばこのコリアンジャパニーズ、うん、あダブルの人だったら、まあ、その人の本人の中でのあの線が、あの葛藤のものかもしれないし、この人だったらその人自身の丸い円とジャパンのなんていうか境界線の話かもしれないし、この人だともうこのなんていうかな、それぞれの重なり合ってない部分が本当は重なり合っててとか、そういうなんかインターセクショナリティを考えた時に、なんて言ったらいいんだろう、このバイセクシャルの人はまあ割と何やろうな、こういう面もありつつ、クイアコミュニティではこういうことでもあったりすると思うんですけど、
なんか社会的に置かれている状況によって全然インターセクショナリティをどう見たらいいかってちょっと気をつけないといけないなとは思ってます。あと同じ人でもなんかその置かれる状況によって勝手にそうですね、その見方を変えられてしまうというか、その在日の人だってあのダブルと都合のいい時にはダブルだと言われ、でその違う状況ではそのなんかの日本人ではない扱いされみたいな、なんかその人としては全く同じ一人の人なのに、なんか見る人の都合とかそのいう状況のせいでコロコロとそのなんかそのこの人のあり方とかを勝手にこう変えられてしまう、でまあその中でその人がどういうこう苦労を背負うかとか、どういう生きにくさをまあ持つかとかっていうことがやっぱり問題の視点であるはずで、で、その今言ったそのシワンの違うあり方っていうのはなんかその要因がの違いであって、なんか同じ人があのどっちの言い方もされてしまう。バイセクシャルの人も多分同じ苦労を抱えるんだと思うんですよね。自分がバイセクシャルだと言って公表して、自分がバイセクシャルだとして言い始めた途端に、いろんなものに向かってされて、ストレートの人はそういうこと、被害には合わないし、ある意味ゲイの人もそんな被害には合わないんですね。そのゲイだという変あのことに変偏見を持っている人は、被害を加害するかもしれないけど、このバイセクシャルの人のあり方を考えると、なんかその両方からというか、そのいる場所によって、いろんな見方をされてしまうという、ではあるんじゃない、今のシアさんの図式とか見ていて、まあそれはそのただその図式はそれぞれの人の中でいろんな図式があると思うんですけども、ただ今聞いた話の一つのポイントは、その人個人の中にあるアイデンティティとして自分をどう考えてるかっていう側面があるのと、外からどう見られてるかっていう側面があるっていう話も今あったと思うんですよ。でこの在日の場合もう一個側面があるのかなと思ってて、在日のコミュニティの中でその人がどう思われてるか、だからダブルの人とそうじゃない人っていうのもあるし、例えば一人の人が途中で日本国籍を取った場合、そのアイデンティティもなんか変わるだろうし、コミュニティの中での見方も変わるだろうし、外からの見られ方も変わるだろうし、だからそのいろんな側面でいろんなこと起きるだろうし、さっき金さんが言ったみたいに外からの視点っていうのはすごく恣意的に選ばれるだろうし、というふうな、感じだから、本当にとても複雑な行動をして、在日って話した時はこの、個人の中のアイデンティティ、コミュニティの中でその人が見られる見方、外からその人が見られる見方っていう3側面があるのかなっていう気がします。そうですね。バイセクシャルの問題も同じようなことあるんだろうと思いますね。LGBT というそのコミュニティの外から、コミュニティの外からバイセクシャルの人が見られてる見方もあれば、コミュニティの中でバイセクシャルの人がどういうふうに見られてるっていうことの問題というのは、今回の文章、今回の中で割とコミュニティの中でどのように見られてるかっていうことを特に、話題として出てるんだと。なんかね、そのバイセクシャルの人の話を聞くときに、そのなんか不思議やなっていつも思うのが、なんかバイセクシャルの人本人がどというよりも、こんな風に周りから言われるねんとか、こんな風に見られるねんっていう話の方がなんか多いよなっていうのがあって、なんか
バイセなんかゲイの人とかレズビアンの人が自分はこうやねんああやねんっていうのをのと同じぐらいのなんかこう意見をバイセクシャルの人から聞かないなと思って、なんかいつも外からどう見られてるのかとかっていうところになんかこう議論が行きがきつというか、まあそのなんというかなんだろうな、なんかうん、なんかそれがそれちょっと面白いですね。うん、だからなんていうか、そういう意味でこう結構コミュニティからどう見られてるのかっていうのをすごくバイセクシャルしてるんだなって、うん、今その在日の話で本箱さんがあのコミュニティの中からどう見られてるかとかっていうのを言ったでしょ、なんか私まんまそのバイセクシャルの人って同じ構図に結構当てはまってるんじゃないかなと思って。いやその本来その人間のあり方を考えたときに、その国籍が前提として、国籍を前提としてある人が成り立ってるのっていうのは本当に幻想な話で、国籍なんて本当にその恣意的に変えようと思ったら変えられるわけだし、歴史的にその国籍をどんどん、国籍や文化をどんどん変えて生き残ってきた人がたくさんいるわけで、その確固とした日本人とか、でそういう確固とした日本人から見た確固とした外国人なんていうのは本当に幻想なわけで、その歴史の大きな流れを見たときに、その在日的な人たちの方が、まあ、よりリアルなあり方としていたとしたら、そういう人たちから見た、その日本人だって、その確信して言ってた人たちのその、幻想の風景とか、うん、そういうこのその滑走の感逆転というか、もう多分できるんだろうなと思って、こういうその発想の逆転をそのバイセクシャルの人にも当てはめてみたら、その人間っていうのは、必ずしもその一つの性別の人を愛するわけではない。むしろその一つの人間というのはある種その性別、2つに分かれた性別のどちらかを愛するものだということ自体がすごい幻想であって、それが何らかの都合で作られた幻想なのであれば、そこからちょっと引き戻って、バイセクシャルっていうあり方がその人間の歴史の中で非常に自然なあり方だという見方をわざとしてみたときに、言えるその、セックスストレートであることの意味とか、ゲイだって言ってる意味だとかっていうのを考え直す機会になるんだろうなって、なんかこう、そういう役割をひょっとしたらバイセクシャルの人たちも在日の人たちも持ち得るのに、まあ、そういう機会を全然与えられていたいのは何でかというと、みんなのその思いの中に人間というのははっきりとした国籍を固定したもので、セクシャリティも、ゲイかストレートかどっちかで、政治人も、その、獲得した女、男、もしくはトランスジェンダーで、みたいな、すごいこう、なんかその、決めつけ、に、やっぱり寄りかかってるところがあるんじゃないかと。それじゃあ、ちょっともう時間になってしまったので、このテキストは続きもするということにしまして、それぞれ感想を述べましょうか。あと5分ですし。はい。やっぱり、インターセクショナリティの話が出てくるというか、この、その後の文章もそうですけども、この下産業は全部ね within the labor movement with the civil rights movement women's movement environmental movement、 すごいいろんな場所でであっても、でバイセクシャルの人たちがポリティカルな活動をして、まあ、一つの場所でとどまる
れない、とどまるものではないっていうことが書かれてて、すごい LGBTQ で一番なんというか軽視されてきた解が薄い感じになっているけれども一番重要なポイントになっているのかもしれないなという気に思いました、うんうんうん、どうぞ。あ、私いいですか。はい、うん、はい、あのね、あ、私はその自分、まあ LGBT って言ったら B のその要するにバイセクシャル、まあ私パンセクシャルなんだけど、まあ、LGBT で話すんだったら私はバイセクシャルですっていうのが一番近いかなと思ってて、でも、うん、今までそのなんていうか自分がそのパンセクシャルであるとかバイセクシャルであるとかっていうことに対して他の部分よりも全然語ってこなかったのね。でそれなんでかって言ったら、うん、私の中に本当にね、なんかこの間からあの金次さんはすごい私の中のことを言語化してくれるなと思ってたんだけど、そのあまりにも自分の中で当たり前すぎて、特にその語る必要性をあまり感じてこなかったのね。うん、むしろなんで例えばやばあのゲイやレズビアンの人はあのその相手が男か女かにこだわるんだろうかとか、うん、なんでその人はその自分が女だとか男だとかにこだわるんだろうかとか、まあ、私あの性人の X ジェンダーとかだかっていうところで、あのそのなんていうかなんていうかな、その表に立って自分はこうですああですこうしたいああしたいって語るのはそういうそのなんていうかこだわりというかそういうものにすごくこう引きつけられる人たちが語るものなんだなって思ってたところがあって、うんうん、だからそういう意味ではその自分に何にもこだわりがないから語る必要がないというか語る場がないと思ってて、うんうん、でも今その私、うん、自分もその在日コリアンっていうことで、で今すごくその在日コリアンに今やっとこう勉強し始めてるんだけど、なんていうか本当に国籍っていうものに対するそのいろんな可能性、今金次さんが言ったように、うん、その本当になんかもう国籍なんてすぐ揺らぐものだし確実なものではないしってところで、そのすごくなんていうかこうなんていうかな、今までずっと私語りようがないんだと思ってたんだけど、逆でなんか、うん、なんかそのフワッとなんて言ったらいいかな、そのこだわりがないところでどう語っていくかっていうのがすごく面白いなと思って、どうしたらいいんだろうかなっていうふうに思ってる、うんうんうん、なんかなんかもうちょっと自分のことをあのどうアピールしていったらいいかというか、か語れていけるのかっていうのをちょっと研究したいなと思いました。うん、以上です。私喋ってもいいですか。最初の頃から出ていたあの金次さんのあの話が一番あのピンとくるというか、あのシングルマザーだからきっと苦しいしあの不遇であるに違いないっていうあのあれなんですけども、多分その社会が異性愛を基本にできていてそうじゃないぞっていうんで、あの同性愛の関係っていうのが注目され、でもあのそうやって、L とか G とか B とかあの T とかっていうのにつけると、じゃあ L の人は基本的にこういう人のはずだっていうので、なんかちょっと再現がないな的なあの感覚もあるんですけども、一方で例えばその例えば社会福祉の活動をしようと思うと、相手を一つの属性であのひとまとめにするっていうこともやらなきゃいけないっていうので、そのあたりのバランスをどう考えるかっていうのは結構あの大変かもしれないけど、やってみると面白いかなというふうに感じながら読みました。以上です。かやちゃん、んちょっとマイクオフにしてもらえるかな。
あのね、あ、そんなうるさかった、ごめん。あのね、かやちゃんの携帯だけ私たちの声を拾ってるのね、うん、だから私たちは自分たちの声が聞こえるのよ、喋ってる時に。あ、マジで？あ、そうなのよ。だからね、ちょっとね、私今パソコンからしてるんだけど。あ、そうか、そうか、うん、あ、でもしね、もしね、あのイヤホンとかあったら、うん、多分、うん、拾わないから、うん、かやちゃんの声だけ拾うから、あ、オッケーオッケー、ハウリングしないと思うんだけど。わかるわかる、僕もそれでヘッドホンしてます。あ、なるほどなるほど、そうなんだよ、わかりました。じゃあもう私あのマイクオフにするので、はい、じゃあねー。あ、はい、ありがとう。それじゃあどうぞ。あの、はい、うん、あ、最初にまあ出てたそのそのシングルマザーの問題とかともどんどんつながっていく話なのかもしれないんだけど、うん、そのなんかをこう一つの枠にはめちゃうっていうのはなんか危険だっていう話はあるとは思うんですよ。で、塩谷さんが、多分僕が見間違いじゃなかったら、あのダブルの人の図式を、半分、日本半分コリアンみたいな感じの図式にしている。で、それはすごく分かりやすい。でなおかつでもみんながみんなその同じ立場の人がその図式がそうだと思うかどうかって難しいなと思うんですね、うん、でただじゃあそういう図式をしなきゃいいのかって話を実は今日見ながらこの今回の、バイセクシャルの問題を考えながら考えてたんだけど、バイセクシャルがどういうふうに図式かというかどういうふうに位置づけられるかっていうことを全くある意味この中では書かずに、うん、言われて、話が進んでるんだけど、金次さんが言われたみたいにヘテロとゲイの真ん中にいる存在だみたいな勝手な想像が言わないのにできているのであれば、うんうん、バイセクシャルをどう捉えるかっていう図式化みたいなものも提示した方がマシなのかなと。あ、で、まあ、なおかつ少なくとも僕は少なくともそのストレートとゲイの真ん中にバイセクシャルがあるとは全然思わない、うん、僕の図式で言っちゃうとこれはまあ当然僕の図式でしかないし、そのバイセクシャルの人個人個人の図式とは全く違うと思うんだけど、先ほど言ったみたいにもともとモノセクシャルとポリセクシャルっていうのが分かれる。はー、つまりゲイとストレートはモノセクシャル、うん、でバイセクシャル、ポリセクシャル、パンセクシャルはポリセクシャル、うん、うん、1か1じゃない多数かっていう分かれ方があって、る。だからそのゲイストレートが同じ側にいてバイセクシャルが分かれ、対立するっていうのは最初の時点で僕は分かれてると僕は思ってるんですよ、うん、何ももともといる。でそのモノセクシャルの中でストレートがゲイがっていうのでの対立の対立というか立場の違いの構造があると思ってるんです、うん、というふうな視点で見るのか、それこそゲイストレートの真ん中にどちらつかずの公務員的な存在としてバイセクシャルがいると、うんうん、よってその全然捉え方が違うんだろうなと思うとするならば、それはもっとそういう勝手な構造を勝手に提示して押し付けるっていうのはすごく違うんじゃないかと思いつつも、そういう構造の提示はあった方がいいのかなとつい思ってしまいました、うん、はい、感想はそうです。ねえ、構造の提示、なんか、さっきトロントの、プライドパレードの話、ちょっと言いそびれてたんですけど、実は、今年の、うん、去年かな、去年も気がついたんですけど、今年のプライドパレードで、バイセクシャルネットワークっていう名前の団体、シュワ知ってる？バイセクシャルネットワークっていうトロント。はい、知ってる知ってる、あ、知ってる、ね、すごい大勢でパレードに行ったんですよ。で、バイセクシャルの旗っていうのがあって、なんか赤と青の間になんかちょっとすごい紫みたいな、あ、黄色かな、なんか、うん、僕が見た旗は濃いピンクと青の間に薄い紫色みたいなのがあって、うん、でなんかその3色の旗をすごい大きな旗を作って、
かなり大勢の人がプライドパレードで歩いたんですよ。で、もう去年もあれと思ったんだけど、明らかになんか数が増えてて、かなりそのどういうんだろう、バイセクシャルの団体が参加してるっていうすごい強い印象があったんですね。で、それを、なんかそれ偶然、まあたまたまバイセクシャルのことを呼んだりしてたからかもしれないけども、そのプライドの時期に、なると、その、まあ、会場になるあたりにみんないろんな人たちがブースを出して活動公開とかをするんですけど、バイセクシャルのその旗を出してる人とか、バイセクシャルのその飾り物を売ってる人とかも結構いたんですよ。で、シワヤンがトロントにいた頃に、トランスジェンダーの旗が、結構、多く出回るようになって、で今はもうすごく定着して、市役所とかで、プライド月間ですって言って、まあ、そのシンボル的な行事として、旗を上げるんですね。普段、師匠が上がってるところに、その旗を取り替えて、そのプライド月間になると、虹色の旗が上がるんです。市役所。で、そこに必ずもう、この数年は、トランスジェンダーの旗も一緒に旗上がるようになって、で、そのトランスジェンダーの、ついての取り組みとか、トランスジェンダーという人たちの存在っていうのも、そのレインボーに混ぜない形で、はっきりと出す。なるほど。で、去年、今年ぐらいから、バイセクシャルの旗も、すごく目につくようになってきてて、なんか起こってるみたいなんですよ。だから何が起こってるのかちょっとわからないんだけど、まあ、ひとさ、アメリカとかカナダの、その、有名な歌手とか俳優さんが、私はバイセクシャルですっていう、なんかカミングアウトする、が増えてきたりしてることもあるのか、なんか、ね、バイセクシャルっていうあり方の、こう、ビジビリティがすごく、上がっている。身につくんだ。なんかそういう流れの中で、その LGBTQ の、こう、あり方も、ちょっとこう、あり方についての考え方もちょっと変わってくるんじゃないかなっていう、なんか、予測みたいな感じがあって、ちょっと今年はそれをちょっと考えながらパレードを。このテキストの中にわざわざそのバイセクシャル そのビジビリティについて入れてるのは、まあ、時代的にちょっと前のテキストなので、どういう意図で入ったかは分からないですけども、ひょっとしたらそのバイセクシャルというあり方を考えることで、LGBTQ のあり方自体の考え方がちょっと変わるんじゃないかなっていう予感もしたりしてます。でも可能性ありますね。なんか、まあ、そういう望みを自分が持っているというのも含めて、そういう観察をしてます。はい、わかりました。それでは、来月は、4日の日曜日、はい、8月4日の日曜日となりますね。はいはい、お願いします。ということで、はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、じゃあバイバイ。おやすみなさい。おやすみなさい。いってらっしゃい。